皆さん、こんばんは。社会とコンです。こんばんは。竹内です。しばやかです。日本社会の闇に深く切り込むこの社会特報部、今回の闇は？今回は、秋葉原の闇を暴いていきたいと思います。もう秋葉原ってなんか今ちょっといろいろ話題になってますもんね。そうですね。なんかもう歌舞伎町に次いで次のぼったくり店が多いのは、はい、秋葉原らしいです。確かに確かに。もう最近歩くと、そのキャッチみたいな人がいっぱい、メイド服の、はい、お姉さんみたいなのがいっぱいいて、はいはいはい、やっぱやつらについていくと、100万円ぼったくり。じゃあもう今回はその潜入捜査というか、そこにじゃあ突入して、潜入捜査を。今回は、秋葉原にありそうでないものをビンゴに作って、探していこうかなと思います。1枚は、ありそうでないもの。ありそうでないものを作る。はい。3×3 の9個。はい。なさそうであるものを9個作ります。はい。はい。作った後のことは、割愛する説明を。今は。まあ、以前、もう、腰のカービィのコピー能力みたいなやつやりましたもんね。ということで、はい、3×3 で作っていきましょう。どっち作ります？できました。できました。ありそうでなさそうなもの、説明してあります。じゃん。春日のコスプレ。鈴宮春日の。まあ、いそうだけども、まあ、ちょっともう時代が行き過ぎて。コスプレの人がいるってこと？コスプレグッズがあるってこと？コスプレの人。春日の？春日の。秋葉原に？秋葉原に。今？酔っ払いサラリーマン。やっぱ飲み屋街でもあると思うんで。あ、まあ、あの辺はね。うん、あとガチムチ外国人。外国人も多いんで。ムキムキの。ムキムキの外国人。初代ゲームボーイ多い。まあ、そうね。まあ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 、場所によるけど、まあまあ、はい。チェックシャツでリュックのおじさん。いる？いや、今時。いる。やっぱ、一番秋葉原って言ったらこれを思い浮かぶ人は結構いると思う。なるほど。まあ、とはいえ、はい、あの、若者結構いるんで、うん、やっぱチーズホットグとかはやっぱりありそうなのではっていう。ああ、なるほど。チーズホットグ。だが、秋葉原ではないのではっていう。新大久保とかあの辺なのではっていう。結構、でも今どこでも人気なものだと思いますよね。はいはいはい、あと、これありそうだなと思ったんですけど、オタクを模したフィギュア。要はこの真ん中のやつのフィギュアバージョン、ね。なるほど。これなんかあるのではって思ったけど、はいはいはい、でも見たことないなと思ったんで。次、天狗面。まあやっぱ秋葉原といえば様々な異文化があるじゃないですか。はい。だとしたらこれもあるのではないか。天狗の面が。うん、で最後は撮影中の YouTuber。まさに俺らみたいなことやってる奴らが秋葉原にいて。うん。なるほど。が、ありそうでなさそうな。確かにありそうでなさそうだな、確かに言われてみれば。天狗の面なんてやっぱり秋葉原で見た記憶ないもん、やっぱり。うん、でも、あれだけいろんなものがあればあるのではって思います。なるほど、なるほど。ありそうよりのものですね。じゃあ僕はあのなさそうでありそう。うん、うん。なんですよ、僕はこれですね。ま、中華鍋。うんうん。まあ、秋葉原ってあんまそんなイメージないけど。料理屋キングとかも探して売ってるんじゃないかなっていうところで。で、あの、女ホームレスね。はい。男ホームレスはまあ、目分けるじゃないですか。で、女ホームレスって珍しいじゃないですか。で、俺秋葉原でホームレス見かけたことなくて。なるほど。まあ、でもいてもおかしくないのかなっていう。で、これは家ですね。家。なさそうな家は。あ、結構、ある町じゃないですか。でもなんか家がこう、見つかったらいいなって。うん、なんかオタクのさ。それはなんか家が家売り場みたいなのがあるってことですか？家的なものがあればいい。ああ、なるほど。これ家だねってなればいい。うん、で、これが動物の死骸ですね。うん、まあ、秋葉原って結構綺麗な街で、うんうん。都会だし。あんま動物の死骸も、うん、見かけなくもないなっていう。うん、でもまあ、あってもおかしくないなっていうところで。で、あと、半袖短パンの人。いないでしょ、この季節は。この季節はいない。ただ、オタクの街なので、みんなオタクだから、ちょっと暑がりっていうところもあって、半袖短パンで。まあ、ファッションに、ね、ファッションね、そうそう、疎いっていうところもかもしれない。で、UFO のキーホルダーね。UFO のキーホルダー？うん、UFO のキーホルダー。これは俺、人生で一回もまだ見たことない。でも、秋葉原って何でもあるから、あるんじゃないかな。ああ、わかるわかる。秋葉原何でもある説ね。そうそうそう。あるあるある。で、これ、ウーパールーパーのぬいぐるみですね。これはどこ、ないんじゃないかな。ただ昔大ブーム。今っていうのあるし。ただ、隅っこ暮らしにも似たようなやつが出てるっていうところもあって、もしかしたらウーパールーパーって今話題になってるのかもしれない。で、大型犬ですね。あんなところに？そう、あんなところに。いなさそうじゃん。犬を散歩に？そう、散歩になさそうじゃん。でも、いてもおかしくない。で、パパイヤ。パパイヤ普通に果物屋さんがあれば積もれるので。いや、パパイヤってでも結構珍しい。あの、ちゃんとした青果店じゃないと。ああ、なるほど。扱ってないから。そんな専門店見たらあるのかな。そうでしょ。専門店の八百屋なんて見たことあるんじゃないかな。だから、これだ。僕はもうなさそうでありそうだから。うん、内寄りだ。うん、内寄りです。ということで、じゃあこれはどうするか。まあ、これどうするかって話なんですけど。はい。たけたけじゃんけん、スタート！ドゥクドゥン、ドゥクドゥクドゥン、ドゥクドゥクドゥン、いや、ドゥクドゥクドゥン、ドゥクドゥクドゥン、一緒に。
やる、うん、え、なんでタケタケじゃんけん、スタート。ドクドクドン、ドクドクドン、ドクドクドン、いや、ドクドクドン、ドクドクドン、ドク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 、じゃんけんぽい。あいこでしょ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 。やった！じゃあありそうでなさそう。僕は。全くジャカジャカじゃんけんと同じルールをやるんだな、これ。ジャカジャカじゃんけんとか知らないけど。じゃあ結局自分で作ったやつでやるってことね。うん、そうですね。じゃんけんで勝った方が選び、はい、そして、なんと、はい、驚くと思うんですけど、今から秋葉原行きます、実際。で、あったものからこう潰し込んでいって。めんどくせえなぁ。ショー。はい。始めるか。すごい人ですね。やりましょう。やりましょう。じゃあ、はい。ありそうでないものと、なさそうでありそうなものを探していきますか。はい、まあ秋葉原な正直何でもあるんじゃないかなっていう気はしますけどね。お、正直もう酔っ払いのおじさんとかいつエンカウントしてもおかしくないっていうか。春日のコスプレ絶対いないけどね。いや春日のコスプレ秋葉原ですよ。いや時代が違いすぎるだろ。わあ、歩行者天国の秋葉原マジで初めて。へえ、こんな感じなんだ、すごいね。道路のマナーがこんな堂々と歩けるんだ。いや、ほんまほんま。ここで派遣した時、社員の加藤は差し回ったわけですから。そうかそうか、状況で。そうかそうかそうか。ちょっと開放的な気分になったんだろうな。いや、開放的な気分そうかな。いや、やっぱ一個どっかに入らないないっすよ。そうだね、ここ点では見つ、いや、でもコスプレイズがいるのはここ点なんだよ。人を見かける人を探すならここ点なんだろうが。あとチーズホットグとかどこにでも売っててもおかしくないんだけど、ないんだよな。チーズホットグってことある？秋葉原で一回も見たことない、チーズホットグ。いやでもどこでも売ってると思うけどな、最近チーズホットグ。いや、いないね。いないね、半袖短パンの人いないね、大型犬。いや、こんな誇ってたら大型犬は諦めてる。いやいや、散歩させてもおかしくないわけじゃん、こんだけいいわけならさ。散歩させてもいいのに。ねえねえ、そうそうそう、なんかおかしくないのに別に、うん、散歩させてたとして。じゃ、ちょっと1個入りましょう。あ、そうね、そうね、そうね、確かに確かに、歩行者天国にはないね。そうそうそう、ああ、そうそういう、そういうのですね、特化特化特化。あ、超特化。え、駿河屋ってこういうのが売ってるお店なんですか。そう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 、思ってたのが違う。ウーパールーパーの入り口と UFO のキーホルダーね。キャラものばっか。まあ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 、ねえな、それはちょっとまだポップですからね。もっとディープな奥の方に、うん、奥まで、奥に一個も開かないのよ僕ちょっとうつうつ感じてるんですよ、それこれ一個も開かないのでは。一個も開かないパターンってあるんじゃない、これ。あ、いや、天狗弁あるでしょ。ないよ、これなかったらこれなんでキツネ面にしなかったんだろう。あ、そうか、外国人向けにあんだ。そうそうそう、そういうのは狙ってるんですよ。なるほど、頭いい。外国人向けにガチムチ外国人で、外国人向けのガチムチ外国人なんだ。いやー、ちょっと惜しかったな。キツネ面はあるんだ。キツネ面のほうがないと思ってる。今まで一番惜しいのは気持ち悪い。でもキツネ面って書けないだろ普通にお面でよかったのよ。確かに、なんでお面って書かなかったんだろう。ちょっと縛りを入れちゃったんだろう。この通りがやっぱちょっとこうディープな通りだったな。そこはすごい。コスプレグッズの湖にあれ、ワンハルコの湖にあったの。全然ないだろ。全然あるだろ。なさそう。全然あるだろ。なさそう。志村さんのやつ全部なさそう、マジで。これは一個でなさそうってお題なだけあって、本当になさそう。家、家じゃないよ。この方のアケミホムラはなくなってないの。この方なくなってないの。あ、なくなってないのか。厳密に言うと何回かなくなってるけど家ではない。詳しいな。これ田んぼとか別に何に関して、郊外の一軒家じゃないとマンションで買えないから。いや、逆にこういうところで大型犬を買ってるのがお金持ちっぽいじゃん。買いにくそうなところで来たね、大型犬。どう
見てもねえレッツハブティーウィズキャッツって書いてあるな。猫カフェだ。もう犬だったらいいよな。早さん。いや、もう犬だったらいいよな。いや、大型じゃなきゃ、大型犬って書いてある。犬だったらいいし、ホームレスだったらいいよ。じゃあ僕だって酔っ払いだったらいいし、いや、初代だったらいいでしょ。いや、タケさんはもういいよ。タケさんは別にその、話すと広い、俺はもう絶対人が揃わないから、パンでもらわないと。いや、中華鍋だってあるでしょ。探し方が甘いだけですって。ないって中華鍋なんて、この街に。絶対ある、絶対ある。中華鍋が一番あると思う。すべての中で。18個の中で。大型犬の死骸だったらどうなるの？二つ置くよ、当然じゃん。やば、女ホームレスの死体でも全然二つ置くよ、これは。女ホームレスが中華鍋で大型犬を死骸と傘してるシーンがあったら、もううまく開く、めちゃくちゃビンゴってことだ。一気に行く。それだったらもう俺の勝ちでいいね。いいよ、それでもいい。それでもそれも OK です。それだったらもう俺の勝ちでいいね。女ホームレスが中華鍋で大型犬をぶた手で、ぶた手でたらそんなことあるかな。初代全然ないよ、アウトレットショップみたいな。ほんまや。いや、どこに初代ゲームボーイあったのかしくないんだよな。これ UFO じゃんじゃない？これ何？でもドラゴンボールでブロリーの父親がこれなのに入って行こうとしたら潰されてましたよ、ブロリー。じゃあこれいいってこと？ UFO で出した？いや、でも UFO じゃないな。宇宙船と UFO が使う。お、UFO 来た。ほんまや。これは UFO だわ。やった。いいよ、いいよな、 UFO で。これいいよ、いいよな。これさすがに UFO。 それ、え、ちょ吟味してもいいですか？いいよ、いいよ。奇跡的に見つかった、今1個変わる。これ UFO だな。 UFO だろ、絶対。誰が見ても UFO って言うじゃん。絶対 UFO だよ、これ。来た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 。これやったやったやったUFO って見つかるんだ。お前こんな星の画像だろ、ゴミ溜めみたいなところ。よく UFO 見つけたと思う、本当に。やっぱりだわ、俺。これ敵ながらあっぱれですわ。で、それ提案なんだけど、ちょっとここのやつを緩くしない、これを。あー、なるほどなるほどね。例えば女ホームレスをホームレス、中華鍋を鍋。はい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 。で、まあ、あの家なんてありえないから、これはもう SOU ファン。まあ家みたいなもん。 SOU ファンが話しかけてきてくれたらこれある。あ、はいはいはい。パパイヤは、パパイヤは、果物。果物揃わないんで、あのハンデで鍋、ホームレス、家じゃなくて S4U のファン、死んだキャラクターで半袖短パンの人、恐竜のぬいぐるみ、犬、実物、果物、みかんの何らかのフィギュアでも何でもいいやつにしました。はい、だって僕の方も、まあ渋谷さんほどじゃないけど若干緩和し、春日の、まあ、何からかのグッズ、ひょっぱらい、ガチムチ外国人そのまま、初代ゲームボーイソフトあり、チェックチェスのリュックのおじさんそのまま、チーズホットクそのまま、オタクの申したフィギュアからデブのフィギュア、お面、テグ面がお面、で、撮影中の YouTube はそのままで、行きましょう。これなら、これならいける。犬がいればいい。これアニメ、これ全然ある、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 全然ある。来た。ね、あの死んだキャラクター。え、死んだ。これあれだろ、あの岩柱やろ。待て、死んでないかもしれん。調べよう。死んでる。死んでる。死んでること喜びは姫。うん、この人死んでる。23巻の200話で死んでる。死亡外、死因がね、無残のショック核に攻撃され片足を失い死亡って書いてあるわ。片足を失ったぐらいで死ぬなよ。来た。1個も生まれないまま終わってしまう。来た。ハルヒいねえしよ。いるわけないんだな。え、だって最近ハルヒって復刻したんですよ。新刊も出たし、オーケストラもやってるんですよ、今。今の秋葉原でいけるっていうのが無謀なわけであって。待って、恐竜。まあ恐竜かな。これセーフだ。でもぬいぐるみって言ったの？うん、言ってる。ぬいぐるみって、これぬいぐるみではない。ああ、いや、それが分かったらね。ぬいぐるみではない。見せないよ、見せない。だ、一個も開かねえじゃねえか。柴岡さん、どうした？このオランウータンはどうですか？動物そんなセット2の。あ、太ってるけど、これが出たらいいよ。俺今やって、これが出たらいいよ。いや、でもな、太ってる気がないもんな、全然。
ぱ色で、マジで言ってる、色がオランウータンっぽい、マジか、え、あ、オランウータンだこれはあるじゃない、これデブのフィギュアで、やったー、まあまあ、いや、これはありです、まあ、約束通り、まあこれはその、やったー、大事にしよう、大事にはしないわ、守り神しないや、これ乗ってきたな、これは前回のああカービィの時思い出してみると、うんうんうん、ケバブ屋にガチムチがいるはずだからケバブ屋はあるはず、ケバブ屋ってどこにあんだよ、ガーリンゴ、リンゴシャーベット丸ごとリンゴシャーベット、リンゴにしやがった、以下で2点差は49,800円ダサダサこれ完全に来たでしょ、いや、まあこれはみかんかもしれない、だろだろよしよし、そうね、それはみかんだと思う、よし、え、リーチってこと、だから SOU ファンで行くの、 SOU ファンはまあ大丈夫だな、まだまだねえねえ、今日おおおおおめんだてか、だから天狗メンバやったぜ、まさかここに来て、こう、もう追加これ、うわリーチだ、なんかリーチだ、で、撮影中の YouTuber が見つかればリンゴだ、やっぱあるんだ、やっぱトラディショナルジャパニーズマスクはあるんだ、いや、あんな綺麗なジャージは着ない、もうちょっとなんかやっぱ立ち上がってて欲しくないというか、座ってないとダメかも、酔っ払いの可能性もあったけどな、あったな、確かにここら辺もう空き缶持って立ってる人とかいそう、空き缶とかビール缶みたいな、こっち良くないですか、あれ酔っ払いでしょ、外です、外外ですよ、外、完全に外、酔っ払いだな、たけさん、あれ酔っ払いだ、あれ酔っ払いだ、あれ酔っ払いだ、あれ完全に酔っ払ってるもん、あそこにいる人たちも、酔っぱ酔っ払ってる、あんなの絶対酔っ払ってるよ、入りてあそこ、よしよしよし、ちょっとリュック貸して、えちょっとリュック貸して、どういうこと、ちょ、島岡さんどこ行ったんだ、急にちょっとまだゲームの途中なのに、え、持ち逃げ、ちょっとあと1分しかないっつってんのに、なんどこ行ったんだろう、参ったな、くそー、チェックシャツリュックのおじさんでビンゴな、あっチェックシャツリュックのおじさんだ、やったーやったやった、バンザーイバンザーイということで、あー気取ってる気取ってる、よし、じゃあ回ると、やったー、あれ、島岡さんどこ行った、あ、おっと、ちょっと聞いてください、どうした、ちょっと、いました、ほんと、いた、カメラ撮ってるから大丈夫、撮った、あ、やられた、いや、犬いるかなと思って、そっちの角の方に犬いるかなと思って見に行ったんだけど、そうそう、犬いなかったんだよな、いや、残念、その間に埋めちゃいましたよ、うわ、やられた、いや、今回も闇がね、闇が暴かれたね、暴けましたね、秋葉原には春日はない、春日はなく、酔っ払いとチェックシャツのお面があるということがね分かりました、あーよかったよかった、じゃあ無事よしね、じゃあまた次の闇で暴いていきたいと思います、ありがとうございました。